今日は多分第2弾ですね。この前昆虫自動販売機、昆虫食が売ってる自動販売機に行ってきたんですけど、まあその中で昆虫食じゃないものっていうのもまあいくつか売ってました。その中で今回自分がやったものっていうのがこちら、スーフィルズで見る2020年の運勢、生年月日から見る今年の自分自身の流れ、サイクルを知りより良い未来を引き寄せましょう。ということで、はい、まあ自分のねこのサイクルナンバーっていうのが自分の生年月日1199いくつ何月何日っていう数字を足し合わせていく、で一桁を作ると、それが自分ではね、自分はですね5だったと。今回これを引いたんですけど、やったんですけど、これをね300円でした。でも実際どんな感じか見ていこうと思います。まず2020年、まあ、こんな感じ。変化、チャレンジ、人生を9年サイクル、自らの人生の波を知り運勢の波に乗ると。はい、さあどんなものが入ってるんでしょうか。あー、なんかあんま入ってるわけじゃないです。なるほど。ここにちょっとしたこんなちょっとしたハガキみたいな、奈良っすかね、どこだ、よくわからない、春日大社。はい、まあ、ざっくり読んだ感じ、まあチャレンジして、いろんなことにチャレンジして、で、まあ、その中でこう人脈っていうのも広げていこうと、まあ、そういうことが今年1年ではすごい大切であり、まあ、重要なことですよっていうふうに書いてありました。まあ、注意点としてはなんか浮気や誘惑には注意、まあ、浮気も誘惑もするようなね、まあ、人がいないんで別にいいんですけどね。まあ、とりあえず変化を恐れず挑戦すると、それが開運につながる、まあ、少々強引になりやすいので身近な人には優しくと。なるほど、まあ、こんな感じで今日見てるこれはなんかなんだろうな、こう運勢っていうのをどう測るかみたいな、それ信じるか信じないかみたいなのあると思うんですけど、自分はあんまりどうだろうな、まあ実際でも友達に教えてもらってなんか LINE かなんかのキノコ先生、キノコ先生だっけか忘れちゃったんですけど、そんな感じのやつも結構見てたりとかしましたね。意外と当たってると。ただまあ今回もこうサイクルナンバー5、自分5ということで5のボタンを押してこう買ったんですけど、まあなんかどうだろうな、全部一つ一つ違うことを書いてあるのか同じことを書いてあるのかみたいなところも結構あれだし、なんだかんだみんな、まあ、いろんな人それぞれね、まあ、いいことも悪いこともいろいろあると思うので、まあ、どれにも当てはまるようないい言葉っていうのをこう書いてあるみたいなことも考えられなくはないかなというふうに思いますね。まあ実際これ見てもドンピシャ、まあ、結婚もする感じでもないし、なんかこう転職でもないしみたいな、引っ越しも別にないしみたいな、まあ、こういうふうに考えるとやっぱねこれはまあ300円の価値があるのかな、ないのかなっていう考えると微妙にはなるんですけど、まあ、実際この書いてあるやつもね全て手書きってわけではなくて、なんかこう、まあ、手書きしたやつをねこうプリントしてあるっていうことは、きっとこのサイクル5の人はみんな同じことが書いてある、だからこそなんだろうな、こう人それぞれ対応してるというよりかは、まあ、1から12まであるのかな、まあ、12はないな、1から9か、1から9までの中のその数字、人間全て同じものが入ってあるのかもしれないなというふうに思いましたね。だからこれがまあいいのかわかんない、ただまあこれもらえたんでね、これもらえたんで、これだけの価値が、これに300円を払えるかどうかみたいな部分になるのかなというふうに思います。それではまた。あるのかな。